私の夢もあと少しで叶う。あと少し。先駆けてまた先駆けん試練の山。迷いは狭じスメラギの道。国は変わる。あと少し。もし底本は清川殿では、いかにも
先殿。しばらく。でしたけども、清川八郎をあえて選んだ理由というのは何だったんでしょうか。そうですね、あんまり注目されてないっていうのがありましたね、清川八郎が、はい、ね、それで、まあ、坂本龍馬とか新選組なんか近藤勇、土方歳三なんか出てくるんだけども、はい、清川八郎が土台といいますか、幕末、はい、ね、まあ、そういう時代をね、はい、変えようと思ったのは、本当に歴史上そういうふうになことなので、はい、清川八郎というのをね、あまり知られてない方かもしれないんだけども、はい、クローズアップしてというふうに今回しました、はいはい、今回のお芝居を通して何か訴えたかったこととかっていうのはありますでしょうか、うん、そうですね、やっぱり清川八郎、まあ人物としてはね、はい、まあ、オーソドックスにしすぎたかもしれないんですけども、はい、まあ、僕が注目したのはオレントの、その純愛ということなんですね、はい、でもちろん他に清川八郎はすごく実直であったりとか、はい、なんていうのかな、裏切り者を許さなかったりとか、うん、そういう人たちを切ったりなんかもしたんだけども、うんうん、でも一番ポイントなのは本当に純粋だなと思うのは人を切ったことがなくて、うん、今日の舞台にもあったんだけども、うん、まあ、スパッとこう いきなり切ってしまったみたいな、文章も残っていることなんですね。で、皿の上に本当にそのまま乗っていたみたいなことが載って、歴史上あるので、はい、まあ、それもあるんですけども、やっぱり純愛ですね、オレンと八郎の、うん、はい、お墓も僕もこの間行ってきましたけども、はい、オレンと清川八郎のあれですね、墓石が2つ並んでまして、はい、お参りしてたんですけども、まあ、何か今回の舞台で困った時は囁いてくれって僕はちょっと行ってきたんだけどもね、はい、お参りしたんだけども、うん、でも本当にそういうことですね、うん、純愛を描きたかったかな、うん、今回は。なるほど、うん、じゃあ最後に伺います、今後どういうお芝居を次は次回作期待されると思いますけども、はい、作りたいと思っていますか。うん、そうですね、僕はね、うん、前回はね、やっぱり友情みたいなのがテーマだったんですね、1年前にやった、はい、短き不在という舞台だったんですけど、短き不在、はい、それは現代劇なんだけども、友情の物語でして、はい、今回は純愛ですね、うん、で次回は何かなと思うんだけども、何にしようかなまだ、うん、まだね、全然今終わんないから、はい、全然テーマがないけれども、はい、でもやりたいことっていうのは人間の、人間の、うん、人間ドラマ、人間を描きたいというのは毎回やって、うん、今時そういうのはね、どうかななんていう方多いけども、はい、本当に人間ドラマが描きたいんですね、僕はね、はい、ですから盾のシーンなんか今日ありましたけどね、見せ場の、はい、痛みですよね、うん、痛み、切る、はい、切る方の痛み、切られる方の痛みというのを出してくれというのが僕のテーマでして、うん、で本当に首を切られたりっていうシーンもあったけどもね、はい、まあ、世の中も、まあ、そういうことがありますね、首を切られたりとか、うん、だけどもそれを報道、フェイスブックなんかちょっと見ると、はい、要するに向こうのなんていうの、テロの方々なんていうのはびっくりしちゃってるというかね、うん、日本人は軽いと言ってることがあるんだけども、うん、なんていうのかな、頭の良い民族ではありますけどね、日本人は、うん、けれどもそのリアリティですね、はい、本当にリアリティということを人間としてのね、
ことを俺は感じてほしかったなっていうのはあるんですね、うん、それでああいう盾だとか、うん、軽くはやっていけないなと思って作りました、はい、そうですか、はい、お忙しいところ、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。今回出られた感想を一言お伺い、はいはい、役名と一緒に、はい、坂本龍馬役の前田美希也と申します。いや龍馬は面白い役ですごいやってて楽しいです。はい、以上です。どうぞ。はい、はい、遊女、先輩遊女です。かなり意地悪な役でやらせていただきました、深谷京香と申します。なかなか役作りは難しかったです。でも楽しかったです。はい、はい、あ、和太鼓役の今井由香と申します。はい、和太鼓叩いてました。ただ和太鼓叩くのではなく、結構役者さんの気持ちとか八郎とかの気持ちを大切にして打たせていただきました。はい、主役名と感想。信濃屋右兵衛、その他諸々役の秋吉郎です。まあ、そうですね、信濃屋右兵衛はなんかすげえ嫌なやつなんですけど、逆にそういう役っていうのすごい楽しくできたと思います。あとはなんかそういろいろ盾とかですね、いろいろ勉強になったことがあってよかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。近藤勇役の村上ゆりかです。今回男役だったんですけど、2回目なんです、男役、はい、なんでまた男役ができてよかったなっていうのと、3日間切れてすごい嬉しいです。はい、残りも頑張ります。ありがとうございます。浅香様、役柄と今日の感想を。はい、浅香五郎役の清水秀幸と申します。はっきり言って疲れました、今日は。かなり毎回、みんなも芝居がどんどん良くなっていってて、はい、で自分も結構今回はそれに引っ張られた部分があるかなと思いました。でただ何が一番疲れたかというと、やっぱり早替えが3回ありまして、はい、で何が悲しいかというと、色合いが似た着物に着替えているので誰にも気づかれていないというところがあるのが悲しいところではありますけれども、でもかなり、この回気合い入れて頑張っておりました。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。八郎の母の清川亀というのと土方歳三をやらせていただいております、はい、伊藤美也と申します。はい、今日はそうですか、舞台の感想で得られた感想を伺いますか。はい、今回この極端な二役で、はい、こういうこと男性の役っていうのもましてやこう世に知られている人の役なので、とっても緊張してやっておりますが、お客様にどんな風にご覧になっていただけてるかちょっと心配な点もありますけど、はい、一生懸命やらせていただいてます。はい、ありがとうございます。清川八郎役の鴨哲也です。今回の舞台はちょっと僕にとって初舞台だったんですけど、ちょっと初主演でちょっと荷が重かった部分もありますけど、まあ、みんなでちょっと協力して、はい、作り上げてきたものがあったので、いいものが出来上がったと思います。そうですか、ありがとうございます。今です、今回は初めて舞台に出たんですけど、はい、首を切られる役をやりました。はい、感想は。感想は、まあ、いい勉強になったなって思いますね、初舞台で。これからも舞台いろいろと挑戦していきたいです。わかりました、ありがとうございます。お連役の神保ひとみです。今回はお芝居は本当に久しぶりにやらせていただいて、ドキドキしながら臨みました。感想は。感想はそうですね、もうちょっと難しかったです。はい、はい、愛を深めるという本当に表す表現を、はい、すごく苦労しましたけど、はい、じゃあ最後に今後も舞台には出たいとお考えですか。はい、そうですね、出たいですね。はい、どういう舞台に挑戦したいと思います。そうですね、いろいろやってみたいんですけど、まあ、洋物とか、はい、あとそうですね、恋物語とか、はい、いろんなものをやっていきたいなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。鈴木正俊です。よろしくお願いします。はい、今回の感想を一言。まあ、そうですね、最初ちょっと不安だったんですけど、日に連れて良くなってるというみんなに言われてるので、はい、ちょっと嬉しいと思ってます。そうですか、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、清川八郎の妻の
お礼役を務めさせていただきます若宮優香です。舞台に出られた感想を一言いただけますでしょうか。そうですね、あの初の時代劇だったんですけれども、はい、すごく、なんというか達成感といいますか、うん、すごく楽しい舞台になったと思います。そうですか、はい、ありがとうございました、はい、友情2の役の飛鳥と申します。よろしくお願いします。舞台の感想を伺いますか。はい、ですね、私も舞台今回で3回目なんですけれども、はい、時代劇が初めてで、はい、まあ、すごくワクワクして挑みました。あの友情役っていうのは本当になんていうんですかね、まあ、たぶらかすその方はたぶらかす役なんですけど、はい、すごく研究して、はい、ちょっと本番ステージ迎えてからすごくたぶらかすのが楽しくなってきました。そうですか、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。